東西南北僕北シャン、はい、ということで皆さん1日ぶりですね、はい。ちなみに動画撮ってるのは3日ぶりぐらいです。ため撮りしました。ため撮りして東京に行ってたんで楽しんでました。東京東京に行ってディズニーシーに行って、まあ、あとの2日間は観光しました。まあすごい満喫しましたね。まあでもね、一応ねトラ上げしてたんでね、まあちゃんとね今まだ12人なんでね。ここまでねちょっと来てんのはちょっと嬉しいよね、12位って。まあ多分ね12位ぐらいやったら来たことあるか分からんけど、序盤でもね、まあ、こんな数字いったことないんでねちょっと嬉しいっていう。でまあ今日はね26やっていくんですけどね、まあもちろんマルチでやらないっすよ、ごめんなさいね。さすがにねマルチだったら死んじゃうんでね。見てくださいもうみんな、どこやったっけ、これね、せっかくねウォーミングアップして26使おうかなと思ってね、行こうとしたんですよ。じゃあね、まあ速攻ラバクロ来てね、はいはいはいと思ってこいつと思ってね。まあだからマルチではね26使わないかもしれないです。もしかするとまあこれになるかもしれないですね、終盤も。まあだから今日はねグラチャル、その代わり勘弁してください。この6章からやるんで許してください。ここから 1,2,3,4,5,6 章?6試合?多分6試合ぐらい。多分6試合か5試合か知らんけど、まあ、それがやる予定からね、今日は長めにやっていきます。はい。まあ、みんないいやろ。マルチじゃないから、まあ、ゆっくり見てって。はい。んで、今日はこれで、なまれちゃう。まあ、ゆっくり見てってください。久しぶりのね、26なんで。まあ、僕もね、あんまり使ってなかったよね、26。まあ、ちょっと落ちてるかもしれないですけど、まあ、そこそこはね、使えるんでね。そこそこじゃないわ。普通に使えるわ。ごめん。うつこいた。とりあえずね、アイスピーって。ちなみにね、今ね、隣でね、お姉ちゃんがね、韓国ドラマを見てるんで、もしかするとね、韓国語が聞こえるかもしれないです。もしかするとだけどね。あ、ちょっと、待って、やばい、すげえ、やばい、危ねえ。いや、お前ヤンキーすぎやって。あ、待って、このアイスピーさ、右残しといてよかったやな。いや、左やな。左残しといてよかったやな。ちょっと、プリンス来ると思ってた。できちゃうんかなこれ。とりあえずね、青ついさすがに来ないよね。オッケー。え、いけるやない、俺信じてんで、ね、お前信じてる、はい、殺す。殺すゲッターかな。え、これあれじゃん、神器のさ、プリンスの枠をさ、ダクプリにしてるみたいな。待って、アイスピー止めてあげて、オッケー。え、さすがに完封できるよね。うん、よし、いいよ。はあ、ちょっと久しぶりやな。まあ、ところどころね、細かいミスはするかもしれないですけどね。大きなミスは多分しないと思いますよ。だって、ほぼほぼさ、クエコフグと二力ってあんま変わらん、ごめん。あんまさ、当たらなすぎてさ。あれやった。ペッカやった、普通にペッカデッキやったっていう。まあここはね、逆サイド飛ばした方が良かったかな、飛ばすべきやったか。あ、多分逆サイド飛ばした方が良かったんですけどね、まあなんか手札周りがあんまよろしくなかったんで、これはね寄せてパン出してあげて、でね、ここに飛ばしてあげるとねガゴが来るんですよ。だから、あ、エリキやった、何そこいた、危ない、え、なんでなんかさ、俺の今日さ、一発めっちゃ入らへん言うの。なんでなん?しかもさ、スケで竹取れてへんしさ。ほんでこれでさ、右からペッカ展開されるやんか。で、俺することないやん。ん?これは、釣ってあげて、で、なんか相手寝てるんで。なんか相手寝てましたね、今絶対。わっきわからミスしてますね。で、まあ、飛ばしてあげてね。ああ、もう相手さん可愛い。もうこんなん可愛い。うん。まあ、こんなんね、ファイブでね、ドゥーンしてあげてね。はい、そこにね、ザップ使ったらこっちが無双するんで。でね、あとはね、時間稼いであげて、ズイズイ。待って、怖い。はい。まあ。まあ、グラチャイなんでね。しかもね、噛み合いしようっていうね、ペッカ引きました。
撤回して、俺ずっとさ、あのあれやと思ってた、あの何だっけ、あのプリンス神器、あのマスキー入ってるやつやと思ってたらさ、まさかのさあれやってさ、ほらやっぱそれか、ごめんみんな26ちょっと使ってなくてさ、まあ26での問題じゃないか今のはそもそもマルチでペッカに当たらんからな、あんまりカーピぐらいもの使ってんの。はいはいはい、どうしましょう、これはホグ切っちゃう。でもね、初手ホグ俺あんましない派の人間なんで、まあ回しましょう。特にクエイクホグやったね、あのねキング起動されたらね割としんどいから、まあ待ちから入ります。うん、まあ入れないということでね、まあ明日ゴールが展開しましょう。神々やないかい。んー、ちょ待って、これ動けないな。ちょ待って、これマスク切れねえな。合わしてきたら、あー今打つけど、これエリポンとか入ってたら渋いよ、だいぶ打つけどね、打つけどエリポンとか入ってたら渋いよ。あー、なんか嫌な予感する、なんか嫌な予感する。これなんか始まりにさ、もうロイホグ来ますみたいに、はいはいはいね、やっぱり OKOKOK、 マスキー頑張れ。 OKOK でね、相手はあのあれ切ったんでね、多分ババか、ババ来るなですよね。あー一発も入らない、あれ一発も入らない、どうしたどうしたお兄さん。これね、釣ってあげて、でババってさ割とさ適当に出してもさ、なんかさ一発入らへんよね。けどさ、なんか俺が出したらさ一発入るんよね出すタイミングが遅いっていうね、俺のね、まああれあれですね。あ、またこれどうしよう、まあウッド切るけど、またマスキ展開された、あーまあ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 、オッケーオッケーオッケー。でね、今展開するとね、相手はね待ってないですよね、ババが。だからホバリングフォーカーオーブンで受けてくるんで、あーダックプリやった。あー、ほんじゃないんか、オーブン、オーブンないやつ、さてオーブンないやつ、え、てか今完封された、もしかして。あ、待って、普通に左、え、普通に左って話する。あー、ちょっと待って、めっちゃ右刺さってる。あー処理下手くそやなマジで。まあここはね、あー、オッケー、おいしい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 、それはめっちゃ美味しい。あ、待って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 、竹がやばいって、やばいって。まあなんか延命できたしいいけど、あ、待って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 、あ、あ、あー、ダックプリどこ行っちゃうのえ、ちょっと普通に負けそうなんだけど、どうしようどうしよう。まあこんなんね、くれてやるよと、こんなダメージ。左上無視で、でアイゴレで蓋するかな、あれは。まあ左さすが、あ、これはアイスピで一回固めてあげてね、突進をね回避、オッケー。でこれは延命ですね。でまあ多分ね、ここら辺にババが来るんで、あ、ごめん嘘こいた、ババ切ってたわ、ごめんババ切ってた。うわ、ちょ待って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 、普通に誰、普通に誰、はい、俺のアイスビヌーブやちょっと待って、俺のアイスビヌーブちょ、まあ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 、まだね、まだ参るんでね。ほんでまあ流すんですけど、まあ多分なんかね、そうそっくりよね、なんか竹取れてた、優秀でね、今流すとババが来るんですよね、まあ、だからあのねホバリング砲と合わせてあげて、まあそんなうまいことはいかないよねって、相手もなかなかやりますよと。まあ相手もね、そこそこやる相手だったんで、さすがにそう簡単には出してこないですね。あ、これね、同じタイミングで出してあげて、じゃあね、相手ね、ババ出せないんでね。はい、コウモリかな、遅れて。あー、ババで、ね。あ、おいしょおいしょおいしょ。あとはね、あの、ローリンファイボで終わりなんで、回してあげると。よいしょ。うん、これね、ジャック式で。あー、久しぶりになんかキングにファイブ打った。マジで最後つくの久しぶりやな、いつもなんか生き玉、浮き玉のタルババ何やったっけ、クエクエし、よしよしよし、これ無敗でいきたいな。さすがにね、あの持ちネタっていうかさ、
あのなんていう自分の得意デッキはむしろ無敗でいきたいですね。まあ無敗でいけたら6試合かな。長くて何試合 ?8?9? え ?2 回負けて、あ、9か。長くて9です。はい。やば、ちょっと、長かったやばい。ちょっとやばい。長かったやばいな。もう無敗でいこう。え、9試合ってやばくね?だってさ、1分3分で27分。やば、ちょっと待って、やばくね?まあ無敗でいきます。今日は無敗でいきます。まあいけるでしょ。まあ多分ね、自分の使えるデッキなんでいけると思います。あのね、ちなみにね、ディズニーシーちょっと行きらしいシーあのディズニーシーね、僕初めて行ったんです。まあ、まずそもそもさ、ディズニーランドとディズニーシー行ったことがなくて、そう初めて行ったんですよね、おとつい初めて行ったんですけど、まあそこまでね、なんかあれ、そのディズニーさ行きたいっていうあれがあんまなかったよね。そこまでね、なんかさ、女の子っていうかさ、女性の方ってさ、割とさ、ディズニー好きやんか。でもさ、あ、男性ってあんま好きちゃうやんみたいな。彼女が行きたいからなんか、まあ、ついていくわみたいな感じじゃ、あ、わからん、あ、ごめん、俺の言って勝手な偏見かもしれんけどさ、まあ、なんか俺そんなさあんま興味なくてさ、あれやってんけどさ、普通に楽しかった。普通にはしゃいでた。めっちゃはしゃいでた。最初そんな乗り気じゃなかったんですよ。めっちゃはしゃいでた。え、ちょっと待って、これさ、あれじゃね、ジャホのデッキじゃね。え、ふんじゃ、そう、ウッド切ったらやばくはないか。やばくはないかな。多分ジャホのデッキやと思う。だってさ、コウモリス。あ、ちゃうわ。え、でタルボウ入ってたわ。お主やるな、それ。あ、ちょっとこれ右でよかったな。ポイズン切ったやん。うわ、ちょっと待って、最悪右でよかった。うわ、俺これどっちに流そうかめっちゃ迷うやん。なんでこれでタルババ切ってプリンスが回るんか。あ、これで回ってきたんか。とりあえずね、これ遅らして、マスケにタゲさせること。あ、あーはーはい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 、これいっちゃんきついですね。これいっちゃんきついですね。はい、まあ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 、これいっちゃんきついですね。マジできつい、ほんまにきついんですよね。まあなんか相手ヤンキーしてくれてるんで、とりあえずね、もうマスケからしてこっちにねプリーズ誘います。でね、本命は左やと。あ、よし頑張れコウモリ。お前コウモリもうちょい仕事せ。よっしゃ、まあ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 許したろ、まあ許したろ、まあ3発2発か3発入れたし許したろ。ちょっとほんまにきついこれ。いい、ほんま言わして、プリンスアナポイね、ほんまにきついんや。てかアナポイ自体ね、よくないんですよね、26に対して。あーけけ、あーけけ、よしよし。あー、まあ、あー、ちょ待てよ、やばいやばいやばい、何その位置、ホグ舐めてんのお前。あー、しかも当たらない。待って、どうしよう。でも今ポイズン切ったんで、お前その一体でかいんだよ、マジで。その一体がでかいんですよね。で、あ、回ってきた。うわ、ちょっと待って、あ、回ってなかった。まあとりあえずね、先にあれから、そう、ディガーから処理してあげて、でね、遅れてか。おーおーおお、プリンス、お前どこまで走っていくんやん。ちょっと待って、どうしよう、これですね。あ、そうやんな、そう来るよな、そう来るよね、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 そう来るよね。普通に鬱陶しいんだけど。で、相手多分ポイズンディガー飛ばしてくんで、このタイミングでね、飛ばしてあげるとね、相手エリクサーないんですよね。あ、あったわ、ごめん。しかもこのプリンスさ、優秀すぎよ、お前。なあ、ちょっと。削ります。OK。まあ、それならね。で、ディガー飛ばしたい頃に僕もね、飛ばしてあげてかぶせると。じゃ、もうこれせこいねんって、マジでせこいって、せこいって、雪玉せこいって。いや、マジでせこい。あ、待って、それ美味しくね。これはアイゴレホグしちゃってね、ヤンキーしちゃいます。まあ大砲が残ってるんでね。これさ、相手のさ位置がエロいよね、めっちゃ。出すイーフェの出す位置で、多分ね、あれ来るんですよね。ディガープラス、そ
でね、今飛ばすとね、あえて雪玉も切ったんでね、コウモリとプリンスしかないわけなんですよね。で、まあここで、あ、うまかった。こいつ、さてやるな。そこそこやるくない、こいつ。いや、待って、きついって。待って待って待って、普通にきついんだけど。え、ちょっと終わったくね？耐える？あ、ちょっと、もういや。ああ、俺の無敗伝説が終わっちゃった。まあ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 。ちょ、ほんま嫌やって。ちょ、プリンスアナコやめてよ。勘弁してくれ。あのね、一丁前リプ解説してますけどね、普通にきついです、あれ。マジできついか。ああ、もう最悪や、マジで。お前やったな、マジで。まあいいや。集中しよう。まあ、こっからね、無敗で行くんで、許してください。ああ、なんかね、ラバ臭い。めっちゃラバルーの顔してる。あ、違う。あ、またジンギちゃん。うん、はい。で、待て。指が落ちかへん。え、ちょ、マスケ。お前、どこ向いとんねん、マスケ。え、ちょ、待って、マスケのタゲ、無能すぎー。いった、このダメージ、くっそ痛いんだが。マスケ、言うのに言ったんやけど、工場じゃなくて。あー、まあ、2発入ったから優勝だろ、言ったろ。まあこれは無視かな。受けれへんしな。しかもちょっとアド取られてるかもしれん。あのザップ切ったかいって。まあ。それなら許したるけども、きついですね。今、ちょっと渋い。え、てか普通にあれじゃないの？ザップローリンってさ、なかなか珍しくない？で、これで、まあ様子見よう。これで呪文確認しよう。これで5やったら、え？でも5でもさ、なくない？そんな神技。え、またさ、え？あ、え？待って、なん、え？え？あ、ちょっとタラババあんのにアイスピ流しちゃった。ミスったー。え？普通にペッカなんこれ。なんかようわからんけど。ようわからんけどペッカなんすかあなた。え、待って、その言うの怖い。え、言うのバグったんだけど。で、あ、待ってミスった。うわ、これ4コスためて5打てばよかった。うわ、待って、めっちゃもったいなくね。今、ガゴって分かってるのにさ、流しちゃった、ホグが。うわ、くそ、ミスった。今の反射的に。あー、ちょっと、マスケで受けたかったんやけどさ、手が落つかへんかった。待って、それ美味しくね。こっち。あー、一発入った。ペッカなんかな、結局。ペッカなんや。へー。とりあえずね、手札回しに打っといて、まあ、この位置に出したら多分ね、あのね、ここでルート強制したらどっちも釣れるんでね、多分ね、これはね、よいしょ、頑張れ、お前ならいけると信じてる、え、ちょっと待って、その言うのめっちゃうまくね？え、待って、うまくね？ちょっと待って、普通にミスった、普通にミスった、ちょっと待って、普通にミスった。え、ちょっと普通にミスった、ちょっと待って、落ち着け、せい。え、待って、普通にきついんですか。で、まあ、こっちに釣ってあげてね、あのね、工場を、あの、こうしてあげることによって、え、待って、え、釣れてない。待って、ちょっと待って、ほんまに荒ぶってる。ちょっと待って、ほんまに荒ぶってる。ちょ、ほんまに荒ぶってる。あ、ちょっと、お前、その5やった。え、俺がやってる。え、あれ、え、あれ俺、2、6こんなもんやったっけ。うわ、ちょ、待って。で、うわ、めっちゃやばいやん、今の。普通にやばいんだけど。え、今の負ける俺。ちょ、待って、もうほんまやばいって。え、普通にやばいんだけど。
使いはなさすぎて、普通にやばくね今の。てかなんで工場釣れへんかったん、あれ思ったんだけど、なんで工場釣れへんかったん。うそやん。うわちょ待って、普通にやらかした。ちょ待って、ほんま下手くそじゃん、やばくね。俺の入力めっちゃ下手くそだね。さてクエイクホグで沼ったじゃない、待ってやばくね。普通に今の下手くそやったんやけど、やばくね俺。もうなんか一丁目に入力とか言えへんな、もう怖いなほんまに。どうしよう、これ負けられへんねんで。あー待って、これしかもさ IT バランスするんやけど。ですよねー。マスケ出してくる。まあ出してこないなら行きますよと。まあ、これは高めに釣ってあげて、まあ何の意味の 高めがようわからんけどね。まあなんとなく高めに釣りたくなった。んでまあ多分これはロリババで処理してくるんでね、あのウッドだけ構えてあげて、青いシート、はい、もうこれでねぶっ刺さると。でね、今エリクサーないんでね、保護飛ばしてあげるとインフェが間に合わないんですよね。はい、完璧なんですよね。だがしかしね、ここにディガー飛ばされると俺割ときついっていう話しますか。あ待って、普通に言うじゃないんですけど。でもファイアボールで、ちょっと普通にうまくね。でさ、読みとかされてめっちゃあっぶねー、ほんま怖い、ほんまに怖い。まあお相手さんもねそこそこやるじゃないかという、まあ俺が嫌なことをね分かってたんでね、うまいじゃないかという。ちょっと今怖かったじゃない、怖かった、あの吉本のあの怖かったみたいな感じ。あ、分かるかな、これ多分関西の人しか分からんやな、マジで。関東の人って吉本見るんかな、あんまよう分からんけど。なあ、うわそう来るか。ちょっと待って、どうしよう。まあとりあえずマスキー合わせるけども、まあね、あのホグだけ構えといてあげて、まあここにね来るんで、ちょっと待って、やばい、待って、生きるような、信じてる、よし。あれなんか右触ってね。うん、オッケー。まあ、これはまあ、待って、うまくね。それはうめえよ。だってそれうまいよ。普通にうまいよ。助けて。助けて、普通に。じゃあ、だるい。俺が生きった。もう勝ち確やと思ってめっちゃ生きった。許して。お願い、ダーリン、見てきて。お願い。ドゥーン。まあ。さすがにね、12勝がかかってるんで、こっちは。もうね、覚悟から違うんだよもう。まあ重傷かかってるんでここは負けられないですね、あと3戦ほんまに。いやちょっとほんまに重傷させて、いやもう最悪やねんけどマジで。せっかくさこれ無敗でいってさ、あーやっぱ北下の色くうまいんだなっていうのをねやっぱ見せたかったんですよね、最近クエイク使ってたから。うわちょ待って、ほんま最悪やねんけど。まあでもね、あのこの前ね動画出したじゃないですか、その時ね聞いたんですよね。まあでも意外とさ、なんかみんなクエイクの動画も欲しがってたしな、いいんかなっていう、まあ俺思ったんですよ。そんなな視聴者に委ねてもしゃあないと思ったんですよね。まあ最近ほんまに初心っていうかさ、なんかさ最初はさ、もうなんかなんていう、自分のさ、まあ上げてる動画を、やりたい動画出したからさあれやけど、最近ちょっと視聴者に委ね始めてしまった。ほんまにあのね、もう自分がやりたいようにします。ほんまにでもね、委ねません、もう。本当に、いやマジで。でもね、あのコメント欄の中にはね、あの北下さんの動画やったら何でも見るっていう人がね割といてね、もうほんまにね照れちゃった。超絶嬉しかったね、やっぱね、あのそういうの言われたね。普通に嬉しかったわ。あーってクエイクホグじゃねっていう話します、しかもこれ動けないっていう話します。まあですよね。で多分クエイク打ってこないんですよね今頃かーいっていうね。
まあ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 。で、多分ね、あの、バルキリー型なんでね。多分ね、違かった、ごめん。アイゴレやったら美味しい。あ、美味しくね。頑張れ。俺のマスケッティーや。まあ、美味しい。そこまで咲かせたら美味しい。え、待って、普通に考えて、聞いてみんな。あの、26でね、クエイコフグ。鬼クソしんどいから。だって俺、クエイコフグ使っててさ、26とかさ、巻き引き専門マジで。まあ、そこはそれは言い過ぎだけど、普通にさ、マジで。え、ちょっと、どうしよう。え、普通にだるいっていう話しますん？で、まあ、こっちにホグ来るかな。来ますよね。なんで入んのっていうね、マジで。教えてください、もう皆さん。マジで。で、多分、遅れて、あの、スケが来るんでね。ごめん、インフェでエリクサなかった相手。よいしょ。まあまあまあ、でかいでしょ。まあまあ、まだ参る、全然ね。でも、普通に考えてほしいよ。きついんすよね、クエイクホグ。マジでね、26、ちょっと着点多すぎる。ちょっと遅れた。で、このタイミング、待って、うまくねー。で、まあね、マスケを刺しに行くみたいな感じ、まあ、イメージしてもらえばと分かりやすいかもしれないですね。意外と相手マスケ苦しいんですよね、これ。あの、バルキリーじゃないんで。あ、ちょっとエリクサ溢れてた。やばい。まあ、こっち側に出してあげて、まあ、そんなね、遠攻撃入らないと。こっちね、最強のマスケティーヤちゃんがいるから。ほんでね、あの、飛ばしてあげて、インフェが来るんで、ファイブを構えてあげます。まあ、とはいえね、待って、渋くね。やばい。お願い。てか、普通にあー待って、やばくね。なあ、やばいって話するマジで。ちょ、待って、普通にやられるんだけど。もう、やだー。もう、やだよ。ちょ、もう気持ちよく12勝させてや、マジで。普通にきついんだけど。もう、どうすんのこれ。なあ。聞いてもみんな。聞いて、ほんと。ま、どんだけ頑張ってもね、きついって言うんですよね、マジで。まあ、でもね、あの、回ってないんでね。よし、待って、普通にきつい。お願いダーリン、やるんすけど。待って、やば。マジで十字勝負できないっすよ、僕。みんな見てください、もう。これがね、今の26なんですよ。ごめん、俺の PS もある。いや、ちょっと、ほんまに。やばくね、普通に、マジで。きついんすよね、マジで。いや、どうしよう、マジで。いや、ごめん、みんな。でもね、かといってね、マルチは行きたくないんですよね。ごめんなさい。やば、え、ちょっと俺さ、やばくね、普通に。1、2、3、4、5、6戦してさ、3勝3敗ってやばくね、マジで。勝率 50% や、俺。しかもさ、これに関してはさ、負けてはならない相性やしさ、あと、どれやったっけ。え、何負けないんだっけ、俺。あ、これか、あ、これ、え、ちょ、これか。あ、これはちょっと、まあ。クソみたいな。もう惜しかったけど、割と惜しかったくない、これ。これに関してはほんまにやったらあかんことをした。いや、マジ下手くせえな、俺26。やばいな、マジ。ちょっと鍛え直さな、やばくねえ、マジ。あの、ほんまに。もう、多分ね、26使ってる人からしたらね、クエクシネと思ってるよな、マジで。多分みんな思ってるよな、マジで。俺の多分今思ったもん。ちょっと26でさ、クエイク使えてちょっとやばいと思った。こいつクソと思ってしまった。まあ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 、まあね、聞いてください。でもね、
なんかあの誰かが言ってたんですよね。誰かがなんかさ、この大砲をさ、あのインフェにして動画上げてくださいみたいに言ってたんで、多分ね、あの近々あの26のこのインフェバージョン上げると思います。はい、多分上げますね。僕の PS のあれにもよるんですけどねもうこの状態やってやばいよね、マジで。普通に下手くそやったんけど俺使わなすぎて下手くそになってた。やばい、マジで。ごめんなさい、もうみんなごめんなさい。今日せっかくさ、あの26のサムネでさ、よっしゃ26やと思ってさ、みんな来てくれたのにさ、もう終わっ、こんな終わり方っていうちょ待って、お前やばくね、マジで。ほんまに26下手くそだったら、やばくね、マジで。ちょっと落ち込むわ、マジでやばいね、ほんまに。はい、ということで今日はね、あの26の動画やったんですけどね、ちょっと締まり悪いですよね。めっちゃ締まり悪いですね。はい、いやほんまにやばいね。まあ、インフェに変えて、まあちょっと様子見てみますね。インフェに変えて、あのなんか使いそうやったらちょっと動画出してみますねマジで今のレベルやったらやばいよね。まあとりあえず今日は動画出しますマジでごめんなさい。もうみんな、あのいいとこだけ見て、あのこの買ったとこだけ見てください。買ったところだけ見てください、みんな。はいあ、そうか。あ、まあいいわ。そんなリップ解説したところであれやしな。今26の動画やから、クエクホグの動画じゃないからね。まあということでやばマジで。はい、ということで、もう皆さんクエイクに変えましょうということでごめんなさい、嘘です。はい、ということで、この動画がね、よかったらね、チャンネル登録、高評価、グッドボタン、コメントよろしくお願いしますはい、それではまたのお時間にお会いしましょう。はい、お疲れ様です。